テムズの父にカードを渡すマイケル・ファラデー1855年7月にタイムズに掲載された彼の川の状態について書いた手紙に関する風刺画大悪臭とは1858年の夏にイギリスのロンドンで発生した悪臭のことである水泉式便所により急激に増加していた汚水により汚水槽は溢れ雨水用の道路の排水口を経てテムズ川に 流れていた。1858年の夏、下水で溢れたテムズ川とその支流では猛暑により、バクテリアが繁殖し、大悪臭を放っていた。尋常ではない悪臭は、書民人や裁判所の業務に支障をきたした。事態は大雨により収束したが、公衆衛生に対して、腰が重かった行政に批判が高まり、1865年に、地下下水道が通された。 無言の追いはぎ、金を出せさもなくば、命をよこせ死神が、川をきれいにしてもらって金を払っていない犠牲者の、生命を奪いながら、テムズ川で漕いでいる、パンチ1858年流出水の正気が、伝染病を伝染させると考えられたし、大悪臭に先立って発生した3回のこれらの流行は、進行中のこの川の問題が原因であるとされた。周期と、 その及ぼしうる作用に対する人々の恐怖が問題の解決法を考えていた地元と国の行政官の行動を促した。当局は土木技師ジョセフ・バゾルゲットが唱えた首都地域の向こうの下水のち口の方へ傾斜している一連の相互連絡している下水道で排水を東方へ移動させる提案を受け入れた。新たなノーザンアウトフォールスアート。 サウザンアウトフォールスーアーのための構想、中層、そして低層システムに対する工事は、1859年の初めに始まり、1875年まで続いた。排水を促すために、ポンピングステーションが下水を低い水面から高所のパイプに上げるために置かれた。この時に建てられた2つのステーション、すなわちストラトフォードのアビーミルズポンピングステーションと、 エリス・マーシュズのクロスネス・ポンピング・ステーションは、イングリッシュ・ヘリテッジによって保護される指定建造物で、ある。バゾルゲットの計画は、下水道が流れる3つのエンバンクメントをロンドンに導入した。すなわち、ビクトリア・インバンクメント、チェルシー・インバンクメント、およびアルバート・インバンクメントである。バゾルゲットの工事は、下水がもはや、テムズ川に登記されないこと。 これらの発生を終わらせることを保証した。彼の行動は他のどのビクトリア朝の管理よりも多くの人命を救った。彼の月水道システムは21世紀になっても稼働し人口800万町に成長した都市の必要を満たした。歴史家ピーター・アークロイドはバゾルゲットはロンドンのヒーローとみなされるべきだと提言した。19世紀初期から 中場のテムズ川の状態の風刺的な印象。俗に、テムズの水と言われる怪物スープ、ウィリアム・ヒースによる、最色同伴が、テムズの水ひとしずく、A ドロップ。オブ・テームズ・ウォーター雑誌、パンチ1850年19世紀中場の父、テムズの風刺的印象。汚い父テムズ・フィルシー・リバー。フィルシー・リーバー。ファール・フロム・ロンドン・ツー・ザ・ノレ。 ホワット・アート・ザ・ウバット・アン・バスト・ガーター、ワントレメンダス・コモン・ショア、マイケル・ファラデーは、父・テムズに名刺を渡し、父・テムズは、川の、不透明度を測るファラデーに意見を述べる、マイケル・ファラデー・ギビング・ヒズ・カード。ツー・ファーザー・テームズ、コメンティング・オン・ファラデー・ゲージング・ザ・リバーズ・ディグリー・オブ、オパシティ・ロンドンでは17世紀から、レンガ作りの下水道が建設されており、 フリート川やウォルブルック川などの河川が暗挙化されていた。1856年の時点では、ロンドンでは過去100年間に100を超える下水道が建設されており、下水道は360本、お水溜めは20万箇所に及んだ。一部のお水溜めはからはメタンガスなどが発生しており、これがしばしば引火して爆発したにもかかわらず、下水道の多くは、 修繕が不十分な状態であった。19世紀の前半には、ロンドン市民への浄水の供給は、改善が進み、1858年までに、中世から使われていた木製の水道管に代わって、鉄製の水道管が導入された。これに加え、100万足らずの人口が300万にまで、急増したことや、水洗トイレの普及が、相まって、 より多量の汚水が下水道に排出されることになった。工場、土殺場、そして他の産業活動からの下水の流入も、すでに衰えている、下水道システムに重圧をかけた。この排水の大部分は、溢れてか、でなければ、直接、テムズ川に流れ込んだ。科学者、マイケル・ファラデーは、1855年7月に、タイムズ宛ての手紙で状況を記述した、彼は、 テムズ川の状態に衝撃を受け、不透明度を調べるために白い紙片を川に落とした。彼の結論は、次の通りである。橋のそばでは、お仏があまりに厚い雲をなして巻き上がり、水面に浮かんでいるのが視認できるほどだ。匂いは、ひどかったし、川の水全体が、どこも同じありさまだ。これは、通りの下水の排水口から上がってくるものと同じ、ものであった。 今や川全体が下水道そのものと化している。川の匂いがあまりにひどかったので、1857年に政府は悪臭を和らげるために石灰やカルキ、フェノールを水路に注いだ。ビクトリア朝に伝染病の伝染に関して支配的な考えは小季節であったし、これは伝染性の最も高い病気は汚染された。 空気を吸入することによって引き起こされるという考えであった。この汚染は腐りつつある死体あるいは下水の匂いという形をとることがあったが、しかし枯れつつある植物、あるいはすでに病気にかかった人の呼希という形もまたあった。正気はこれらの伝染の媒介物であると大部分の人が信じたし、これらは19世紀のヨーロッパで増加中であった。 この病気は、その広がる速さと、その高い死亡率のために、あらゆる人に強く恐れられた。ロンドンの最初の、主なこれらの流行は1831年に、発生し、その時この病気は6536人の人命を奪った。1848年から1849年に、 14137人のロンドン住民が死亡し、そして続いて2回目の発生があったし、これに続いて1853年から1854年に発生し、このために1738人が死亡した。第2の発生の間、ロンドンを本拠とする内海、ジョン・スノーは死亡率がランベスの、そして サウスウォークとボックスホールの水の複数の会社によって供給される地域で高いことに気がついた。1849年に彼は論文、オンザ・モード・オブ・コミュニケーション・オブ・コレラを公表したが、これは小季節ではなくて病気の水から生まれ、伝染する説を仮定した。その論文にはほとんど注意が払われなかった。 1854年の3回目のコレラの発生に、続いて、スノーは、双方のブロードストリートにおける効果に焦点を合わせた後に、自分の論文の更新を公表した。スノーは、地元の水ポンプからハンドルを取り去り、こうして汚染された水に接することを妨げた結果、死亡数は減少した。水が引かれる元の井戸には水漏れしている。 下水道があるということが後に立証された。ロンドンの下水道の経営を監督する都市インフラストラクチャーは19世紀にいくつかの変化を経ていた。1848年に首都下水道委員会が社会改革者エドウィン・チャドウィックと王立委員会の要請によって設立された。委員会はヘンリー・パッセイの時代以来ロンドンの下水道を 経営してきた八つ期間のうち七つを廃止した。これは中央集権の権力が公衆衛生施設を完全に統制する最初であった。1844年の建築法はすべての建物がお水溜めにではなくて下水道に接続することを保障していたが委員会はお水溜めを下水道に接続しあるいはそれらを取り除くことを始めた。 下水道の正気が病気を広げるのではないかという恐怖のために、チャドウィックとその後継者である病理学者、ジョン・サイモンは、下水道は定期的に水を流して洗うことを保証したが、この政策の結果、より多くの下水がテムズ川に排出された。ジョセフ・バゾルゲット1870年代1849年8月に、首都下水道委員会は、 ジョセフ・バゾルゲットを副検査官に任命した。彼は過労で健康が衰えるまで鉄道産業で顧問技師として働いていた。彼の任命が雇用への復帰の最初であった。主技師、フランク・フォスターの下で働いて、彼はこの都市の月水道のよりシステマティックな計画を練り始めた。地位のストレスはフォスターにとってはあまりに大きかったし、 そして彼は1852年に死去した。バゾルゲットが彼の地位に昇進し、そして下水道システムの発達のための計画を改善、発展させ続けた。1885年の首都経営法は、首都工事委員会と職務を取り替え、委員会が下水道を管理した。百五十六年六月までに、バゾルゲットは決定的な計画を完成させたが、 これは直径約3フィートの小さい地元の下水道を提供し、より大きな下水道に流れ込ませ、そして11フィート高い流出管本管に排出させた。ノーザンアウトフォールスーアーとサウザンアウトフォールスーアーが川のそれぞれの川の汚水を管理するように計画された。ロンドンは、港、中から、そして停滞装地域に地図上で分けられ、 それぞれ下水道本館によって必要を満たされた。一連のポンピングステーションが汚水を都市東部の方へ移動させるように計画された。バゾルゲットの計画はフォスターのそれに基づいたが、しかし規模は大きく、そしてフォスターのよりも多くの人口増加を見越していた。バゾルゲットは計画を建設長官のベンジャミンホールに委ねた。ホールは 下水道からの下水の落ち口、すなわち、排水の他の水海への排出点に対して懸念を抱いていた。議論が進行している間、場、バゾルゲットは、ホールの要求に合わせて計画を練り、変更した。1856年12月に、ホールは計画を3人の顧問技師団に付託した。すなわち、王立公平連隊のキャプテンダグラス・ストラット・ゴールトン。 二つの水会社の技師、ジェームズ・シンプソン、ケネットエイボン・カナルの主技師、トマス・ブラック・ウッドラである。三人組は1857年7月に、下水の落ち口の位置の変更の提案を添えて折り返し、報告し、それを、彼は10月に、首都工事委員会に回した。新たに提案された、排水点は開放してある。 下水道である予定で、委員会が提案した地点よりも15マイル、無効であった。計画の費用は、バゾルゲットの計画の240万ポンドよりも、かなり多く、540万ポンドを超える予定であった。1858年2月に総選挙が行われ、ヘンリー・ジョン・テンプルのホイッグ政府の調落を見たが、これは、エドワード・スミス・スタンリーの第二次保守党内閣によって、 とって変わられた。ジョン・マナーズはホールを更迭し、ベンジャミン・ディズレーリーが庶民に院内総務と、大蔵大臣に任命された。雑誌、パンチが見た父テムズ1858年7月職人が、カーテンをさらしこに浸した議会の行動を考えながら、石灰を使ってテムズの匂いをごまかす、父テムズが美しい都市ロンドンにこう紹介する、子供らは、 ジフテリア、類歴、そしてこれらを表す1858年半ばまでに、テムズ川問題は進展していた。チャールズ・ディケンズは、1855年から1857年まで、続きものとして発表された、長編小説、リトル・ドリットで、テムズ川は、生命に関わる、下水道を。綺麗な、透き通った川の代わりにと書いた。 ディケンズは友人宛ての手紙で言った、私は嫌な匂いが、あの短い人鍵でさえ、頭と胃が膨張する性質であることは保証することができる。一方で、社会科学者で、ジャーナリストのジョージ・ゴッドウィンは、テムズ川の岸の、分ければ堆積物は深さ6フィートであり、全体に汚れた物質が染み込んでいると書いた。1858年6月に、ロンドンの日陰の温度は、 平均34摂氏36度で低日向では摂氏48度に上昇した。長い日照り続きと相まってテムズ川の水位は下がり下水道からのそのままの流出水は川の複数の岸に残った。女王ビクトリアと孔子アルバートがテムズ川で遊覧航海をしようとしたが、しかし匂いがあまりにひどいので数分間で岸に戻った。報道は 間もなくこの事件を、大悪臭と呼び始めた。シティプレスの社説は次のように述べた、言論のおかみ品ぶりは終わっている。それは悪臭を放つし、ひとたびそれを吸い込めば、誰でもそれを忘れることはできないし、もし生きて、それを思い出すならば、自分自身は幸運だと思う。Gentility of Speech is at an end.It stinks.And so o n in h a s ザスティンクキャンネバーフォーゲットイットアンドキャン、カウントヒムセルフ、ラッキーイフヒーライブズツーリメンバーアイット。ザスタンダードの筆者は、意見が一致した。記者の一人は川を電線性の発信チフスを生じさせる忌まわしいものといい、二人目は、発散される、有毒機体の量は流れに移る下水の増加に、比例していると書いた。ザイラストレーテッドロンドンニュースの社説は次のように。 コメントした我々は地球の最果てを植民地にすることができる。我々はインドを征服することができる。我々はこしらえた莫大な負債の利息を支払うことができる。我々は我々の名前、名声、そしてよく実を結ぶ富を世界の隅々まで広めることができる。しかし我々はテムズ川をきれいにすることはできない。 6月までにその川からの悪臭はあまりにひどくなっていたので、議会の議事日程は影響を受け、そして川岸の建物のカーテンは匂いに打ち勝つために、さらしこにつけた。処置は成功しなかったが、しかし、政府の業務をオックスフォードか、セントオールバンズに移すことをめぐる議論が行われた。ザイグザミナーによれば、ディズレーリは、委員会室の一つに入るや、否や、 その後間もなく委員会の他の委員らと共に片手に大量の書類、鼻にハンカチーフを当てて立ち去ったが、それは匂いがそれほどひどかったからである。立法作業の中断は庶民人において質問が提起されることにつながった。イギリス議会議事録によれば議会議員ジョン・ブレーディがマナーズに構成員は委員会室も図書室も悪臭のために使えないと知らせ、 首相に、閣下は悪臭を緩和し、生活不法妨害を中止する、何らかの措置をとっているか否かを尋ねた。マナーズは、テムズ川は、自分の管轄権下にないと答えた。4日後、二人目の議員が、マナーズに、邪悪な巧妙さによって、最も高貴な川の一つが、お水だめに変えられており、そして私は、政府が弊害を取り除く手を何か打っているのか、お聞きしたい。 by, a perverse ingenuity, one of the novalist of rivers has been changed into a cesspool.and, I wish to ask whether her, majesty's government intend to take any steps, to r e m e d e s i e evil, と言った。マナーズは、政府は、テムズの状態とは全く関係がないと指摘した。風刺的な雑誌、パンチは、次のようにコメントした。 機械療院において、夢中にさせるような唯一の話題。は、毒物の凶暴問題であった。かの年老いた犯罪者、父なる、テムズの犯罪については、最も十分な証拠があった。The one absorbing topic in both houses of parliament.was the conspiracy to poison question of the guilt of that old offender.father, テ Th ームズ there was the most ample evidence. 悪臭の最もひどい時には、200ないし250トンの石灰が、下水道口の近くで使用されたし、男性らが干潮時にテムズ川の前浜に石灰を広げることに雇われた。費用は、週あたり1500ポンドであった。6月15日に、ディズレーリは、首都地域経営修正法案、すなわち提案された1855年の方への修正を上提した。 冒頭討論で彼は、テムズ川を、言いようの、ない、耐えられない、ゾッとするくらい嫌なものを帯びた、スチュクスのよどみと呼ばわった。法案は、テムズ川を浄化する責任を、首都工事委員会に負わせ、そして、下水口は、可能な限り遠くに、ロンドンの境界内にあるべきでないと述べた。それはまた委員会に300万ポンドの借り入れを、許したが、これは次の40年間、 ロンドンの全家庭に対するサンペニーの負荷から返済される予定であった。条件はバゾルゲットの当初の1856年の計画に幸いしたし、そしてホールの反対を乗り越えた。タイムズの社説は議会は全くの悪臭の力でオーロンドンの生活不法妨害に関する法律を制定せざるを得なかったと述べた。法案は7月後半に討論され、 そして8月2日に成立した。1859年の下水道の建設イーストロンドンの某のオールドフォード近く、バゾルゲットの1100マイルの追加的な街路下水道の計画は、相互連絡している82マイルの下水道本館に注いだであろうが、1859年と1865年の間に入札にかけられた。400人の製図者が、 建設過程の第一段階の詳細な計画と断面図に取り組んだ。克服すべき技術の難題がいくつか、特にロンドンの一部はランベス及びピムリコの周囲の地域を含むマイナス降水位線より低いという事実があった。バゾルゲットの低滞層地域のための計画は、低滞層下水道から鍵となる複数の点で中からそして高体層の 下水道に下水を上げることであったが、それはそれから重力に助けられて2フィートごとマイルの勾配で頭部の下水の落ち口の方へ排水されるで、あろう。バゾルゲットはポルトランドセメントの使用の推進者であったが、これは標準なセメントよりも強く、しかし加熱されると弱点があった。問題を克服するために彼は、セメントの海分を試験する品質管理システムを始めたが、 これは歴史家ステファン・ハルイデーによって作雑している過酷であると記述されている。その結果は製造業者に帰ってきて彼らは製品をさらに改善するために生産過程を変更した。セメント製造業者の一つは首都工事委員会はそういうテスト過程を使用する最初の公共団体であるとコメントした。バゾルゲットの工事の進行は好意的に報道された。 建築士やポール・ドブラツキは報道は作業者の多くを積極的な英雄的でさえある観点で出表しているといい、そして1861年にオブザーバーは下水道の進行を現代の最も費用のかかるかつ素晴らしい工事とした。建築費があまりに高いので1863年7月にさらに120万ポンドが首都工事委員会に課され、 工事費用を償った。クロスネスパンピングステーションの八角形質圏とベルビディア皇太子エドワード、クロスネスの工事を始める1865年ロンドンのより人口の少ない郊外を横切る南部のシステムは建設するべきシステムのうち小さくかつ容易な方であった。3本の下水道本館はパトニー、ワンズワースク及びノーウッドから走り、それらが デトフォードで一つにつながった。その地点で、ポンピングステーションは流出水を流出下水道本館に21フィート上げ、それはエリス・マーシュズのクロスネスポンピングステーションまで走り、そこでそれは満潮時にテムズ川に排水された。新たにクロスネスに建てられたステーションは、バゾルゲットとモン技師、チャールズ・ヘンリー・ドライバーによって設計されたが、 建築材料としての中鉄の使用の支持者であった。建物はロマネスク様式であったし、内装はイングリッシュヘリテッジが重要と記述した建築的中鉄部分を含んでいる。大量の下水をポンプで組む力は4機の巨大なビーム機関、すなわちビクトリア、プリンスコンソート、アルバート・エドワード及びアリグザンドラによって供給され、 ジェームズ・ワット・カンパニーによって制作された。ステーションは1865年4月にプリンス・オブ・ウェールズ将来の国王エドワード7000マイナスによってオープンされ、彼は公式にエンジンを起動させた。儀式の列席者は王族ら、議会議員ら、ロンドン市長、カンタベリー及び多くの大主教らで、その後、その建物内で500人の晩餐が続いた。儀式は、 サザンアウトフォールスーアーズの建設の完成と、その稼働の開始を記念した。ロンドンの月水施設バゾルゲットの月水道は、黒の太線で示す、南部流出の成功的な完成で、首都工事委員会の委員会構成員の一人である、ミラーとかいう議員は、バゾルゲットへの商用を提案した。委員会は了承し、その儀式に6000ポンド彼の年俸の3倍対応、 三人の助手で分けるために、追加の四千ポンドと共に、支払う用意があった。この着想は、その後、批判に続いて消えたけれども、ハリーデーは、議論された多額は、臨職が公的支出の主な特徴であったときに、工事を特徴づけているように見える公的な利益及び、支持の深さの固い印である、アット、A タイムウェンパンソモニーワズ・ザ・ドミナント・キャラクタリスティック。 オブパブリックエクスペンディチャーイズ、エファームインディケーションオブザデプスオブパブリック、インタレストアプルーバルザットアピアーズツーハブ、キャラクタライズドザワークと述べている。テムズの北側は、人口中密で、ロンドンの人口の3分の2の住宅があり、そして工事は、人口過密な街路を進まねばならず、そして、運河、橋、そして鉄道線のような都市のハードルを乗り越えねば、ならなかった。 システムの工事は1859年1月31日に始まったが、しかし建設業者は建設中に1959年から60年の労働者のストライキ、冬の硬い死も、そして平年以上の幸運を含む無数の問題に遭遇した。1862年6月の雨はあまりに激しかったので、フリート下水道を再建築する工事で事故が起きたほどである。 深い掘削がメトロポリタン鉄道のためのクラーケンウェルで、改作の掘削と平行に走っていて、そして二つの号を開ける、A とプラス1、2フートの壁が崩壊して、フリートの水がビクトリアストリートに流れ出て、ガスを呼び、水道の本管に損傷を与えた。後退送下水道は引く、工事の内最北のもの、ハムステッドヒースからストークニューイントンまで走り、 またビクトリアパークを横切るが、そこでそれは中引く、送下水道の東端と接続した。中引く、送下水道は、西部のベイズウォーターから始まり、オックスフォードストリートに沿って走り、クラーケンウェル及びベスマルグリーンを通り、そして接続に至った。この結合された、下水管本管は、ストラットフォードのアビーミルズポンピングステーションまで走り、 そこでそれは停滞層下水管の東端と接続した。アビーミルズの複数のポンプは停滞層下水管から流出水を下水管本管に36フィート上げた。この下水道本管は、ベックトンの下水の落ち口まで引く今グリーンウェイとして知られるものに沿って5マイル走った。工事中のテムズエンバンクメント1865年。 テムズウェインバンクメントの横断面1地下鉄、2低体操月水道、3ディストリクト鉄道、4空気鉄道、クロスネスポンピングステーションのように、アビーミルズはバゾルゲットとドライバーの共同設計であった。機関室の中央の髪型には華やかなドームがあったが、ドブラツキはこのために建物はビザンチンの教会に、見かけは似ていると考えている。 建築士やニコラウス・ペブズナーはそのペブナーアーキテクチャラルガイズで建物は極めて汚い目的に適用されたワクワクさせる建築術を示していると考えた。彼はさらに続けてこれは様式は曖昧にイタリア風ゴシックであるが列をなすビザンチン風の窓と中央の八角形の超東が優美なロシア風の趣を与える。 正当ではない混合であるとした。低体操の下水管に排水を供給するために、1864年2月に、バゾルゲットは、テムズ川の岸に沿って3つのエンバンクメントを建築し始めた。北側に、彼は、ビクトリアエンバンクメントを建て、これは、ウェストミンスターから、ブラックフライヤーズブリッジまで走り、そしてチェルシーエンバンクメントは、ミルバンクから、 チェルシーのカドゥガンピアまで走っている。南側は、ウェストミンスターのランベス橋からボックスホールまで、アルバートエンバンクメントを含んでいる。彼は、テムズ川の複数の岸に沿って、複数の下水道を走らせ、前浜に、複数の壁を建て、それらの内側と周囲の隙間に、下水道管を走らせた。工事は、テムズ川の52エーカーを超える土地を必要とした。 ビクトリアエンバンクメントには、ウェストミンスターとシティオブロンドンの間の元道路の混雑を緩和するという追加的な恩恵があった。これらのエンバンクメントの建設費は171万ポンドと見積もられ、うち45万ポンドは必要な川岸の財産の買収に使用され、そこは軽工業のために使用される傾向があった。エンバンクメントプロジェクトは、 国家的に重要であるとみなされ、そして女王は病気のために出席できなかったが、ビクトリアエンバンクメントは1870年7月に、プリンス・オブ・ウェールズによってオープンした。アルバートエンバンクメントは1869年11月に完成し、一方、チェルシーエンバンクメントは1874年7月にオープンした。バゾルゲットはエンバンクメントプロジェクトを 首都工事委員会がしなければならない。最も困難で複雑なことの一つと考え、そしてチェルシーエンバンクメントが開いた直後に、彼はナイト尺を授けられた。1875年に西部の排水は完成し、システムは稼働可能になった。建物の工事は3億1800万個のレンガ、88万、立方ヤードのコンクリートとモルタルを必要としていた。 最終的な費用は約650万ポンドであった。月水道ヘ蛇としてのバゾルゲット、パンチ1883年1866年にロンドンでコレラが発生し5596人の人命を奪ったが、ただしそれはオールドゲートとボーの間のイーストエンドに限られた。その時、それは バゾルゲットのシステムと結びつけられていなかった、ロンドンの一部で死者の93%はその地域内で発生した。過失はイーストロンドンウォーター会社にあり、会社は貯留地から下水を販売ル下流に排出した。下水は揚げ塩で上流の貯留地に上げられ、地域の飲料水を汚染した。発生、そして原因の診断は、これらは正気によって伝染するのではなく、 自ら発生するという承認につながった。ザ・ランセッタは、ドクター・ウィリアム・ファーによる事象の詳細な調査を、述べながら、彼の報告は、彼が流行の因果関係における、吸水の影響に関して到達した結論を、反論にしえなくするであろう。ウィル・レンダイ・レジスティブル。ザ・コンクルージョンズ、アット・ウィッチ・ヒー・ハズ・アライブド・イン・リガード・ツー・ザ・インフルエンス・オブ・ザ・ウォーター。 サプラインコーゼーションオブザエピデミックと述べた。これが首都におけるこの病気の最後の発生であった。1878年にテムズ川の遊覧機船プリンセスアリスが石炭船バイウェルキャッスルと衝突し沈没し650人を超える死者が出た。事故は下水の落ち口の近くで起き、そして下水が一部の死亡の原因であるか否かという問題が イギリスの報道において提起された。1880年代に下水の落ち口のために健康不安になるかもしれないものに対するそれ以上の恐怖が首都工事委員会の未処理の排水を川に投棄することよりもクロスネス及びベックトンでの下水を浄化することにつながり、そして一続きの六層の汚泥船が北海に投棄するために流出水を運ぶように命じられた。 収益させられた一層目のボートは、汽船、バザルゲットと命名され、これは1998年12月まで就航し、その時陶器は止まり、そして焼却炉が、廃棄物を処理するために使用された。下水管は19世紀後半に、そして再び20世紀前半に拡大された。排水ネットワークは、2015年現在、テムズウォーターによって経営され、 そして1日800万人によって利用されている。会社はシステムは21世紀ロンドンの需要に対処しようと努力していると述べている。クロスネスポンピングステーションは1950年代半ばまで使用され、その時交換された。それらエンジンは取り除くにはあまりに大きくて元の場所に残され、ただしそれらは交配状態になった。ステーションそれ自体は 1970年6月に公共建築工事省とともに東急愛指定建造物となった。建物とそのエンジンは2015年現在クロスネスエンジントラストにより修復中である。トラストの会長はイギリスのテレビジョンプロデューサーピーター・バゾルゲットであり、彼はジョセフのひ孫の息子である。2015年現在アビー・ミルズ施設の一部は 下水ポンピングステーションとして稼働し続けている。建物の大きな二重煙突は、ドイツ空軍によって、後方の陸標として使用されるのではないかという、恐れから第二次世界大戦中に取り壊された。歴史家、ジョン・ド・キサットは、首都のための統合され十分に機能している、下水道システムの整備によって、バゾルゲットは、十中八十九、ビクトリア町の、どの管理よりも、 全をなし多くの生命を救ったと述べる。バゾルゲットは1889年まで首都工事委員会で働き続け、その間に彼はロンドンの三つの橋、1887年、ハマースミス橋、1890年、バタシー橋を架け替えた。彼は1884年に土木工学協会の会長に任命され、1901年に その生涯を記念するモニュメントが、ビクトリアエンバンクメントにオープンした。彼が1891年3月に死去した時、ザイラストレーテッドロンドンニュースの彼の不報記事は、バゾルゲットの、名声を得る二つの大きな資格は、彼がロンドンを美しくしたことと排水をしたことである、2ーグレートタイトルズ2フェーム割れザットヒービューティファイド、ロンドン,ンド,ドレンド。イットと書き、 一方当時の土木工学協会会長、サージョン・クードは、バゾルゲットの工事は、彼の技量と、専門能力の記念物として残るであろうと言った。タイムズの不法担当記者らは、1000年後に、ニュージーランド人がロンドンに来る時から、テムズエンバンクメントの壁をなす、大きな加工岩のブロックの、堂々とした、個体性と欠点のない対象性はそれでもなお、残存しているであろう。 When the New Zealander comes to London a thousand years.Hence, the magnificent solidity and the fortress, symmetry of the great, 加工ガングラニテブロックスウィッチフォームザウォールドオブザ、テームズ、エンバンクメントウィルスティルリメインと考えた。彼は続けた、ロンドン市民の下を走っている、大下水道は、人生の可能性におよそ20年間を与えている。歴史家。 ピーター・アークロイドは、ロンドンの地下の歴史において、その工事、特にビクトリア及びアルバート・エンバンクメントの建設のために、ジョン・ナッシュ、クリストファー・レンと共に、バゾルゲットは、ロンドンのヒーローのパンテオンに入ると考えている。ありがとうございます。